はい、織り込まれていきたいと思います。今日眩しいな、確かに。あ、これ開いてるからか。なんか今白い入ってやろう。左のモニターも右のモニターも白色のあれやってるから。でも俺なんか青バックから始めちゃった。なんでや。もう一個。光ってんね。俺は光ってるわ。あ、W から取るのはゴーレムからやるからかと思って W 取ったのに。ちょっと神々しいね俺。すいませんね、ちょっと眩しくて。やばい、これ届かねえ全然。まあいっか。やっぱり4キャンプだよな。やっぱ4キャンプだよ。やっぱね、軟弱、あのグレイブスとかいうキャラクター3キャンプしか狩れないもん。ノイス。え？わお！わお、ダブルキル！やばい。ボットにも行かず、トップにも行かず、勝ち始めた。ヒール来た。ゾップしてくれ、言うとるで。しゃぶってんだよ、あれ。俺は、行きたい方向に、あれしてる。上側から始めたら3キャンプで蚊に行かないと、あれだからさ。微妙だったな。ラッシュあったんか。ナイスー。無理やりすぎたわ今の。イズフラッシュないと思ってたな。やらかした。味方が倒されました。まあ最強のヨネいるしな、こっち。ヨネチンに合わせときゃ勝てるやろ。ヨネチンのカバー行こう。敵を倒しました。味方が倒されました。ニッドレーンのタワーが攻撃されています。危険、牙を抜かれた。危険、自然に戻す。
け。カイト、経由中俺で最強な顔しときながらなんかパッとしないですよね。まあまあ15になったら絶対勝てるわけじゃないからね、あのチャンピオンも。ヒールにソロキルされたん。敵チームはドラゴンを倒す。ジャンプ。味方が倒されました。敵を倒しました。最初のタワーが破壊されました。血を作ったのは牙と爪だ。ウルト使っちゃったな。なんか前年勝ちすぎて話にならんな。ミッドだけか。全部倒れるぞ。アバフだけかーる。味方が倒されました。いや、ヨネチンがヨネチンが強いんながらも、ああもう、うん、おい、10、9、8、7、6、5、4、3。ナイスとどめ入ったすごい一気に2個入った。美味しい、お得な気分。なんか死んだ、どっちもなんかどっちも死んだ。なんかもう消えちゃったよ。移動中です。移動中です。バー爆発したー。ウルトイン。終わったな。やっぱクマはこうなったらまあちょっと走るか。さすがに。さすがに走るか。かつて
ちょっとウォーキングするわ。敵を倒しました。危険。味方が倒されました。やでた、これ飛べないやつ意味わからん。これ味方が倒されました。クソだなこれ。やろうぜ。ドン。味方チームがドラゴンを倒しました。お金ちょうだいね、ありがとうね。珍しい、ほんまかこれ。こいつのフェーズラッシュでほんまか。攻撃されています。珍しい、いるんか。なんかゼドいなくね、もうゼドいんのこれ。敵を倒しました。もうなんか強すぎるけど、さすがにやりすぎたかも。味方が倒されました。敵を倒しました。味方が倒されました。なんかもうちょいで入るな。待ってよー、待って。あ、今死んだ。意外と死んじゃった。死ぬんだこれ。ちゃんといい打っときゃよかったな。いい打ってから走ればよかった。楽しくなってたわ。この世の終わりぐらい腐ってるかと思ってたけど、9800円も持ってるのか。なんで赤バフかってるのこの人。もう一番赤バフ開くね。味方が倒されました。やろうぜ。移動中です。エンゲージシャットダウン。敵を倒します。バロやろや。移動中です。バロやらん。バロやらんか。バロやろや。
中です。つまらぬ言葉、我が放つは雷だ。ああ、殴りてえな。フェーズラッシュ足速い、フェーズラッシュ足速いよ。終わらんか。さあ、でもボリベアって割と Q 行った後に E とかもさ結構強いんだけど、ワイリーフだとあれだね、なんか割と柔らかいから、なんかいい先打ちじゃないときついね。後から打とうと思ってたら死ぬわ普通に。ルダーでよくね、ルダーでいいけどな別に。俺スマイトねえわ、取って頑張って。味方チームはバロンナッシャーをエルダードラゴンから退却。まあこれで終わるだろ、エルダーもバロンも全部あったら終わるだろさすがに。パク！さすがにあのヨネが最初に作ってくれたおかげでなんとかなったな。はい、無理やり終わらしまーす、ありがとうねークマってでもどんぐらいなんだろう、なんか意外と思ったより強くなかったな。でもこれ序盤こけてたら、味方がこけてたら負けてたんじゃねえか。ボリビアのジャン、中国のサイトの勝率を見たいと思います。どこだっけ？
嫌いよ。ラカンだけは別だけど。ねえ、ジャングル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 。はい。1位リリア、2位ビエゴ、3位トリンダメア、4位ミイラ。え、アムム4位なんだ。はい、ま、魔風剣ソウルアーマードドラゴンタ。あー、もうやっぱそんな高くないね。48% っすね。微妙でしたね、クマ。トップの方が強いんじゃん。あ、トップだ。クマはトップで使ってください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。